日本東京都品川区大崎大崎は東京都品川区の地名で大崎地域内である。現行行政地名は大崎1丁目から大崎5丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は141-0032。大崎副都心の中核となるゲートシティ大崎1980年代以前の 大崎は山手線沿線地帯の中でも特徴のない工場地帯であり、工場で働く従業員以外は訪れない地区であった。繁華街として賑わっていた隣の古典だとは対照的だった。しかし八十年代後半より始まった大崎駅東口地区の再開発によって大崎ニューシティ、ゲートシティ、 大崎などの複合施設が相次いで開業し、東京副都心の一つとしてにわかに脚光を浴びるようになった。さらに最強線乗り入れ、東京臨海高速鉄道臨海線開通、湘南新宿ライン、総鉄、JR 直通線の運行開始などにより、品川と並ぶ山手線南端の交通結節点となった。 21世紀以降に、大崎駅、西口方面の再開発が本格化し、現代的なビジネス街として大きく発展した。2007年10月には、名電車跡地に、シンクパークがオープンし、2011年7月には、ソニー級大崎西テクノロジーセンター跡地に、NBF 大崎ビルがオープンした。また、2014年1月には、大崎西口地区最後となる、 大崎ウィズ式竣行し、10月には大崎西口公園が開園、そして残る交通広場には2015年12月に大崎駅西口バスターミナルが整備された。その他、大崎駅東口方面には2007年にアートビレッジ大崎セントラルタワーがオープンし、 2015年には大崎ブライトコアもオープンしている。その他、数多くのレストランやスーパーが開業し、高層マンションも数多く建設され、各ビルを結合するペデストリアンデッキも設けられたことで、生活面での利便性が大きく向上している。再開発が始まってからの歴史が浅いため、品川や新宿などと比較すると、まだ発展途上であり、高層ビルの数は少ない。 現在は有名な大企業の本社オフィスが多数存在し、日本の先端産業を支える町の一つとなっている。品川区の北部に所在し、大崎駅を中心とした地域である。大崎1丁目のみが JR 山手線内、2丁目から5丁目は JR 山手線の外側に位置する。北東側には目黒川が流れていて、北品川地区との自然境界を形成している。 また北西側には東急池上線があり、西五丹田地区との境界をなしている。同線の大崎広小路駅は大崎四丁目、大崎五丁目と西五丹田一丁目、西五丹田八丁目の集まる点にある。また、東京都道三百十七号環状六号線が大崎広小路駅から大崎駅付近を越えて、 北品川地区へと通り抜けている。現在の大崎2丁目、大崎3丁目に相当する地域は、目黒川を望む高台であり、古くから栄えていたと考えられている。西品川3丁目付近を含むこれらの地域は、い、木狂遺跡と呼ばれ、縄文時代の土器や貝塚などが出土している。室町時代には、品川塾から、 多摩地域への街道のため、目黒川に目標がかけられた。現在の伊木神社周辺に集落が形成されている。大崎という地名が現れたのは、江戸時代という説が有力である。地名は、秩父から続く大崎であることに由来し、これが点火して、大崎となったとする説、及び過去に大きな先として、東京湾に突き出ていたためとする説が知られている。 ただし当時大崎と呼ばれていた地域は、現在の JR 目黒駅近辺から五反田駅北側にかけてである。1889年の市政町村政志向により、江原郡上大崎村、下大崎村、霧ヶ谷村、谷山村、井木橋村が合併して、大崎村ができた。1901年大崎駅が開業。 1908年に調整志向で大崎町になる。1932年に東京市に編入され、旧品川町、旧大井町の区域とともに品川区になる。旧大崎町の区域は上大崎、下大崎、五反田大崎本町、西大崎、東大崎などの町名となった。 1967年に住居表示が実施され、大崎駅周辺の東大崎の区域が大崎一の5丁目となり、上大崎以外の町名は西五反だと東五反だと再編された。2021年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。